さん、こんにちは。今日は超面白い学習法を紹介したいと思います。日本語を習うとき、最初に一番難しい部分は何だと思いますか？やっぱり五十音ですよね。ひらがなはまだ大丈夫ですが、カタカナは苦手で覚えられないと悲鳴を上げる人が結構います。いくら書いても必死に暗記してもなかなか覚えられません。本当に大変ですね。実は私たちもそうでした。カタカナの暗記に悩んでいました。そのきっかけで何かカタカナの暗記に役立つものはないかと探し始めました。そういう背景でアイデアがあふれる絵カートを作成しました。この絵カートさえあれば楽しく簡単にカタカナが自然に覚えられるようになります。いかがですか？もっと知りたいですか？これから説明させていただきます。この絵カートの特色が4つあります。まず文字をイメージ化します。つまり視聴覚刺激を利用して運動を鍛えます。例えば、あ、い、う、単音で覚えるより面白いストーリーを書いて文字をイメージ化します。そして中国語や英語や台湾語の発音を取り入れて語呂合わせをしてカタカナをゲーム感覚で楽しみながら自然に身につけます。2、いつでもどこでも練習できます。ポケットサイズの大きさで持ち歩きやすいタイプです。ですから学習の意欲があるならいつでもどこでも練習することができます。3、学習意欲や集中力を高めます。A カートは視覚的に理解を促す教材です。教科書より A カートの方が学習者の興味を引き起こしやすいです。そして学習への意欲も一層増します。最後は年齢を問わず誰でも学習できます。日本の教育研究家七田誠によると、0歳から6歳は脳が成長する黄金期です。6歳は好きでも適当な右脳開発トレーニングを通して大人でも右脳を目覚めることもできます。つまりイメージを使って右脳を鍛えれば誰でも簡単に習得できます。続きまして理論の部分ですが、アメリカのロージャス・ベリ氏の分離脳研究によると、脳は2つに分かれています。右脳はイメージや視覚記憶を司る一方で、左脳は理論的な思考を司ります。ですから本研究では右脳開発の理論を取り入れてカタカナの絵カードを作りました。そして実際に6つのクラスで実施しました。ご覧の通り、この記憶法を実施した後、どのクラスでもポストテストの点数は高くなりました。つまりこの記憶法はカタカナ学習に役立つということが分かりました。それにアンケート調査によると、このエカートを利用する前にカタカナは難しいと、短時間でなかなか覚えられないと答えた人は大勢いる一方、利用した後でカタカナは難しくないと、短時間でも楽に覚えられると答えた人も増えました。さらにこのエカートもかなり高く評価されています。80点以上評価したのは 75% にも達しています。いかがですか？このエカートのパワーは不思議でしょう。これからこのエカートの使い方を説明させていただきます。好、那我们接下来要来挑战10秒钟记忆一个片假名哦，开始咯。这个小朋友呢，他叫做小明。那为什么小明在哭呢？因为他天生就是长短手，所以他的手一长一短的，都没有小朋友要跟他一起玩，所以他只好躲起来呜呜的哭。所以长短手的小明呜呜的哭，长短手的小明呜呜的哭，就是片假名的呜呜。哇，今天天气好好，有三只猫咪躺在地上晒太阳耶！三只猫咪晒太阳，三只猫咪晒太阳，就是片假名的咪。陈文明得流感好可怜哦，整天在哭哭嫂哭哭嫂，即使吃药还是在哭哭嫂，好可怜哦。就是长下巴陈文明哭哭嫂哭。大弟最喜欢听的 hip hop 乐，跟着 hip hop 乐比的手势，又又又跟着一起唱着，就是又又又的哟。冬天到了，很多人的选择是吃火锅，而这家火锅店有很多人都去吃。
因为它卖的是四川麻辣锅，而四川麻辣锅好滋味，四川麻辣锅好滋味，四川的川就念作好滋味的滋，所以就是片假名的滋。皆さん、カタカナは全部覚えましたか？以上です。ご清聴ありがとうございました。